はい、こんにちは。グッドテイスト TV のひろとです。今更ながらね、ちょっとピンマイクをね、つけてみました。どうでしょう、ちょっと聞こえが良くなりましたかね。実は前回と前々回の動画でもですね、このピンマイクつけてたんですけど、ちょっと音声トラブルによって聞こえなかったっていうね。はい、今回は多分大丈夫だと思います。はい、ということで今日はね、リクエストもたくさんいただいてました。こちらレビューしていこうと思います。はい、ドアーズポマードの無香料です。お値段の方が 120g で税込み2530円となっております。ということで、このチャンネルでも何度も登場してる皆さんおなじみのドアーズから、今回フレグランスフリー無香料のポマードが登場しました。従来のね、この水色のパッケージのドアーズポマード、これのホールド力、ツヤ感そのままに今回、無香料バージョンがね、登場したということで、学校だったりビジネスシーンだったりレストランだったりね、いろんなシーンで使える一つになってますね。このドアーズポマードというとですね、まずは特徴としてはしっかりとしたホールド力ですね。バーバースタイルにぴったりなしっかりとした強いホールド力があるんだけど、でも扱いやすくてツヤも割としっかり残るっていうね、そんな国産のハイクオリティポマードだと思うんですけど、その中でも今回この無香料バージョンが出たということで、もうほんと使い勝手汎用性抜群のアイテムになってると思いますね。これも一つ持ってて損しないポマードの一つだと思います。ということでですね、使用感はこの水色のパッケージのドアーズポマードと同じということなんですけど、今回もですね、こちら無香料をマネキン使って時間経過見ながら詳しくレビューしていきたいと思います。ということで、チャンネル登録まだの方はぜひ先に登録ボタンポチしていただいてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージから見ていきます。ドアーズポマード、ドアーズポマード SS と同じ缶の容器ですね。ブロッシュなんかも同じタイプの容器かなと思うんですけど、この容器は平べったくてポマード一度にたくさん使う方でも中身取りやすいですし、蓋もしっかりよく閉まるし、非常にポマードにはよく合う容器かなと思いますね。全体のカラーの方がですね、ちょっと映像だとグレーっぽく見えるかもですが、これ実際は薄いブルーみたいな感じです。マット感はなく、割とつるっとした塗装になってます。正面のデザインはこんな感じで、ドアーズポマードといえばこの同じ次の動物のキャラクターですね。ドアーズバーバーズポマード、そして下にはフレグランスフリーとあります。内容量の方は 120g となっております。まあ、ポマードとしては一般的な量ってところでしょうかね。はい、では蓋開けてみたいと思います。中身はホワイトですね。無着色、素材原料のままのカラーって感じでしょうかね。指に取ってみると、まあ、ねっとりとした固形感は感じるんですが、決して硬すぎず、狙った分量をしっかりストレスなく取ることができます。質感は粘り気がなく、繰り返しになりますが、まあ、すごくねっとりとしてます。ブルーのパッケージの従来のドアーズポマードと比べると、この無香料の方が気持ち柔らかくて使いやすいかな、どうかなって感じがしましたかね。まあ、この辺は香料が入ってる入ってないの問題だったり、あとは季節の問題だったり、また少し個体差がねあったりする場合とかもあるんでね、まあ、微妙なところではあるんですけどね。僕は久しぶりにドアーズポマード、こちらの今回の無香料を使ってみて、あ、こんなに柔らかくて使いやすかったっけっていう印象を受けましたね。はい、続いて香りです。こちらフレグランスフリーということで無香料なんですけど、原料を見てみてもですね、香料っぽいものは一切入ってないので、もう完全に素材のまま、原料のままの無香料って感じだと思いますね。まあ、さすがにこうやって近くでこう鼻近づけてね、嗅ぐと原料っぽい匂いはするんですけど、ブロッシュの無香料とかもそうでしたけど、ちょっとこうボンドっぽいような匂いっていうんですかね、がするんですけど、まあでもブロッシュよりは全然匂い弱いと思います。そこまで強くないですね。まあ自分でセットしててもこの原材料の匂いっていうのは気にならないですし、もちろん髪につけた後は完全に無香料になるんでね、何か他にフレグランスとか振りかけてもバッティングせず全然気にならないですし、また他のね、香り付きのスタイリング剤と混ぜて使うとかね、そういう使い方もできると思いますね。まあ使い勝手は無限大ですね。はい、続いてマネキンにポマードつけて使用感見ていきたいと思います。しっかりとした強ホールドのポマードにはなるので、スーッと簡単に髪に馴染んでいくような感じではないんですが、でも先ほどテクスチャーのところでも言いましたけどね、そこまで頑固さっていうのも感じないですね。つけ始めだけムラにならないように全体にまんべんなく塗布してもらったら、あとはコームの通りだったりとかもそんなに引っかかるような感じもしないですし、テクスチャーのあのネチャッと感がね、髪の上でいい感じの伸びにつながってます。とはいえジェルのようなスーッとこう馴染んでいくようなみずみずしさっていうのはさすがにないんですけど、そこはさすがに水性ポマードってことでね、特有の頑固さだったり髪の強度っていうのは出てきますね。なのでもっと動きつけるようなワックス的な使い方もできるとは思うんですけど、まあ一番はコーム通してこうやって押さえるような感じのサイドパートだったり、いわゆるバーバースタイル的なねセットとの相性が一番いいのかなという感じですね。あとはツヤ感はつけた直
直後はこんな感じで水性ポマードらしいツヤ感が綺麗に出てます。はい、ではこれが時間経過するとこんな感じに変化します。ドアーズポマードは割としっかり乾いて固まるタイプのポマードになるので、ツヤ感もつけた直後に比べると落ち着きますね。まあ自然なウェット感ってところでしょうか。そしてやはり髪の表面が結構しっかり固まってコーティングされていて、ホールド力も強いですね。ジェルみたいなバキバキ感はなく、水性ポマードらしい柔軟性、表面は固まってるんだけど髪の内部はちょっとこう半固まりみたいなイメージで適度な重さも感じます。キープ力はですね、やはり強い衝撃が加われば固まった髪がパラパラと崩れてはくるんですけど、まあこのポマードをベタっとしっかりつけたら、まあ普通に生活してたらそこまで崩れることはないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。そこまで剛毛さん多毛さんではなければ。あとは崩れてきてしまう方のパターンとしては、ポマードの塗りが甘い部分があるっていうね。表面はポマードついてるんだけど裏側とか内部がついてないとか、特に毛量多い方は自分でセットしてるとちょっとこの辺難しいと思うんですけど、そういう方は髪の毛濡らしてタオルで拭いて髪の毛湿った状態でその上からポマードつけるとか、もしくはベーススプレーとかつけてその上からポマードつけるとかすると、ポマードのノリ伸び滑りが良くなってセットしやすいですからね。そういった方法もおすすめです。最後に洗い落としは抜群ですね。ワックスとかバームでは味わえない水性ポマードならではのシャワーのお湯だけで一発で洗い流せるあの快感、もちろん無香料なので髪に匂いも残りません。はい、ドアーズの無香料でしたけどね、やっぱり時代は無香料ですね。ここ1年2年くらいですごくね、あの各メーカーさん無香料のねスタイリング剤ポマードが増えましたよね。ドアーズさんもねついにこうやって無香料が出たということなんですけど、まあこちらに限ってはね、この水色のパッケージの従来のドアーズポマードと使用感は同じということなんですけど、まずこのドアーズポマードがですね、バーバースタイル作る上ではもうほんと使用感文句なしのポマードだと思うんですけど、特徴としてやっぱり香りがかなりね強いと。まあそれがいい方もいれば、ちょっと使えるシーンが限られて使いにくいよって方もねいらっしゃったかもしれないんですが、そういう方にはねもうこちらすごく嬉しいんじゃないでしょうかね。あとはこの水色のドアーズポマードの香りはすごく好きで使いたいんだけどちょっと強すぎるよという方、そういう方はねこちらと混ぜて使うとかね、そういう使い方もすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ぜひ使い勝手抜群のドアーズポマード無香料を気になった方はチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回こちらドアーズポマード無香料のレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。